fukushima.network。残念にも今年はできません。しかしこの思いをここ原町の原町二中に避難されている方々の熱い思いがぜひともやっていただきたい。これがみんなの戦い復興のための火の玉になっております。どうか皆さんもう一度火の祭りのことを思いを深めて心を癒していただければ大変ありがたいと思います。来年こそは相馬の思いができることをご祈念申し上げたい、こんなふうに思っております。この火の玉に捧げるよく炎を見てください。ただ単に燃えているだけの炎ではありません。昔から伝わっている人と人との絆、そういう思い、人を思いやる心、そういうのが人を迎える火の玉のでございます。これは先ほど申し上げましたけれども、野馬追の凱旋から帰る武士どもを迎える武士として迎えた火の玉でございます。どうか再度この火の海になっております、そして皆さんを囲んでおります火の玉をもう一度見ながら、3月11日の震災、これを思い浮かべながら、そしてこれに負けない強い心と人と人との絆を持っていただければ大変ありがたいなと、こんなふうに思っております。与えられた時間がちょうど過ぎました。この火の玉が消える頃、もう少し経つと花火が上がるでしょう。何年も続いた小高の日の祭りを再度思い浮かべていただければ幸いです。ありがとうございました。
か。ありがとうございます。